技術知、またはテクネとは古代ギリシアで尊重されていた制作活動一般に伴う知識や能力のこと。この言葉は学術、芸術、知識や制作的な知識、能力等も指す。元はギリシア語、テクネートの訳語でテクネとも。技術という言葉の語源はギリシア語のテクネやラテン語のアルスで技、号、技、芸を意味する。厳密には 技術という概念は1870年代まで芸術や技芸と呼ばれていた。プラトンのゴルギアスによると技術とは本質についての理論的知識を持つ働きである。アリストテレス哲学では技術は知識エピステイメイと同義であるとされる。特にアリストテレスのニコマコス倫理学によると技術は真の知識を伴う制作能力である。 すなわち技術は単なる知的能力ではなく、学問的かつ経験的で普遍的かつ個別的な心理認識の能力だとされる。ハイデッカーの著名な解釈によると、ここでの技術とは政策による一定の心理解明だという。アリストテレスはニコマコス倫理学第6章で技術値を主題化するほか、死学でしとりわけ悲劇政策の問題を取り上げている。 技術値は伝統的に習慣との関係で捉えられてきた。手と知的把握の連動が機械以前の技術値には必須だったためである。美学者、フィードラーの提唱した目と手の共同は、この点技術値の考察の伝統に忠実であると言えよう。ありがとうございます。